こんにちは。こんにちは。いいね、ニコニコして元気そうだね。元気です。楽しいかい？楽しいです。楽しいかい？すか、まだ日本にもこんな若者がいたんだね。みんな、ね、若いっしょ。若いです。何歳ですか？18です。18歳。うーん、普段何やってる人ですか？コンビニでバイトしてます。コンビニで？はい。あれでしょ、勝手にしないです。店長に黙って。本当？真面目に働いてます。真面目に働いてんの？大変だね、立ち仕事ね。結構腰にきます。うん、え、時間帯は？時間帯は、休みの日とか日中とか、いろいろです、結構。え、青いところ？数字のところ？もしくは、なんだろう、やたらとこう文字が長いところ、なんだろう。やたらと文字が長いところですね。ああ、なるほど。俺はあんま行かないところだ。行かないってか、近所にない。ああ。これはね、数字がつくると、つくとこと、はい、青いところが近所なんで、よく行くんですよね。なるほどね。か、若いな。若いね。お名前は？名前は、ランです。ランさんね。ランさんね。オッケー。おかしいよね。おかしいよね。いや、おかしいと思うよ。今日は渋谷で何してたの？今日はブラブラ買い物してました。ブラブラナンパ待ちしてたんじゃないの？してません。してません。そんな軽くないか。ちょっとギャル系なんじゃないの？違う？そんなことない。そんなことないです。そんなことない。目指すは世俗ですよ。本当？ちょっと近づいてもいいですか？なんかさ、なんかいい髪の毛の色してるよね。アッシュかかってない？アッシュですね。アッシュかかってるね。いい色だねって言われます。え、自分でやってんの？やってもらってんの？あ、美容室で。美容室でやってもらいました。なるほどね。こう、今は、今一人暮らし？今は実家です。実家？彼氏いるの？いません。いないよ。ほんと。そっか。え、ぶっちゃけさ、はい、あのエッチなことしてるの？え？ん？そこは内緒で。内緒で？なんだそりゃ。内緒、今時のね、18歳だから、内緒なんていうの、セフレ的な人がいるんでしょう。いないですね。僕が知ってる18歳はね、8割ぐらいいるよね。本当ですか？彼氏と別に。みんな信用できない俺。いないです、いないです。本当は信じるよ。はい。か、まあ今日はね、いろいろ恥ずかしいところを、俺も意外に緊張するんだよ。本当ですか？だってそうでしょ、だって初対面の人にさ、じゃあまた開いてくださいとか言わなくちゃいけないんだよ俺。わかる、この気持ち。確かに。結構ね、サバイバルなんだ。俺の立場って意外に。そうね。そう、ランさんはね、こうニコニコしててね、話しやすいなと思って声かけたんだけど、たまにいるんだよね、なんか怖そうな人が、女の人なのになんか裏にいるんじゃねえかみたいなね。まあ、あなたはそういうのなさそうなんで、今日はもう初夏というか、もう夏というか。今日のファッションのポイントは？ポイントは、うん、なんだろうな、ちょっと立ってみてよ。もう、なんだ、暑いかなと思って、うん、まあ、夏っぽくいこうかなと。夏っぽくね。そうね。ちなみに今日のパンツは何色ですか？白です。白。いつでもサービスしちゃう？しないです。しないの？見せてよ。どうせ脱ぐんだよ。そうですけど、ちょっとさ、チラッとやってみなよ。ですね、ちょっと遠くから見てるから。近い。お、もう一回。ちょっとね、俺は見てなかったぞ、俺は。俺も目で見ないとダメなんだよ。なんかテカってんね。そういう素材なんです。なるほどね。上は？上も白です。あ、お揃いのだ。お揃いの。よかった。僕さ、いや、ほとんどっていうか、急に声かけるからさ、女の子さ、そういうつもりじゃないときはさ、楽なのをしてるときあるから、たまにこう、
ブラがオレンジで下が緑とかね、とんでもない時があるんですよね。私は常にちょっと、ね、意識してますよ。え、意識してんの？いや、なんかいつ何が起こるか分かんないんで。あ、そうやね。そうです、とりあえず。なるほどね。まあまあ座ってくれや。かそっか、初体験いつ？16歳です。ほうほう。彼氏とか？彼氏です、ちゃんと最後までできたの？あ、なんか、うん、ちょっと、うん、やっぱり、うん、わーってなったんですけど、うんうん、いけました、最後まで。なるほどね。痛かった？痛かったです。やめてくれって思ったけど、うんうん、でもね、好きな人だったんでしょ、だって。そうです、頑張りました。かどうしようね。なんかこうされるのが好きとか、逆になんか男の人にこうしてあげるの好きとかある？あんまりないですね。ないの？え、お任せです。経験人数だと100人ぐらいでしょ。いやそんないないです、そんないないです。何人さ？え、6、7人くらい。おー、結構モテるでしょ。だって何気なく可愛いせいだって。いや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 、モテないですよ。はい。そう。可愛らしいと思いますよ。なんかね、唇がいいよね、とりあえず。まず僕が目についたのは唇なんですよ。唇ですか。うん。だってさ、ちょっといい。うん。唇がいい唇してますよ。ちょっといい？はい。お、いいね。ピアスしてるね。なるほどね。こんにちは。こんにちは。いいね、ニコニコして。元気そうだね。元気です。楽しいかい？楽しいです。楽しいかい？すか。まだ日本にもこんな若者がいたんだね。みんな、ね、若いっしょ？若いです。若いよね。何歳ですか？18です。18歳。うーん、普段何やってる人ですか？コンビニでバイトしてます。コンビニで？はい。あれでしょ、勝手にしないです、店長に黙って。ほんと真面目に働いてます。真面目に働いてんの？大変だね、立ち仕事ね。結構腰にきます。え、時間帯は？時間帯は、うん、うん、休みの日とか日中とか、うんうん、いろいろです、結構、うんうん、え、青いところ、数字のところ。もしくは、なんだろう、うん、ちょっと立ってみてよ。お、なんだ、暑いかなと思って、うん、まあ、夏っぽくいこうかなと。夏っぽくね。そうね。ちなみに今日のパンツは何色ですか？白です。白。いつでもサービスしちゃう？しないです。しないの、見せてよ。どうせ脱ぐんだよ。そうですけど、うんうん、ちょっとさ、チラッとやってみなよ。チラッとですね。うん、チラッと遠くから見てるから。近い近い。お、もう一回、ちょっとね。俺は見てなかったぞ、俺は。俺の目で見ないとダメなんだよ。なんかテカってんね。そういう素材なんです。なるほどね。上は？上も白です。あ、お揃いのだ。お揃いの。よかった。僕さ、いや、ほとんどさ、ほとんどっていうか、急に声かけるからさ、女の子さ、そういうつもりじゃないときはさ、なん楽なのしてるときあるから、たまにこう、ブラがオレンジ。ほんと？ちょっと近づいてもいいですか？なんかさ、なんかいい髪の毛の色してるよね。アッシュかかってない？アッシュですね。アッシュかかってるね。いいよねって言われます。え、自分でやってんの？やってもらってんの？あ、美容室で。美容室で。やってもらいました。なるほどね。こう、今は、今一人暮らし？今は実家です。実家？彼氏いるの？いません。いないの？ほんと。そっか。え、ぶっちゃけさ、はい、エッチなことしてるの？え？ん？そこは内緒で。内緒で？なんだそりゃ。内緒、今時のね、18歳だから、うん、私なんていうの、セフレ的な人がいるんでしょう。いないですね。僕が知ってる18歳はね、うん、8割ぐらいいるよね。本当ですか？彼氏と別に。みんな信用できない、俺。いないです、いないです。本当は信じるよ。
やたらとこう文字が長いとこ、なんだろう、やたらと文字が長いとこですね。ああなるほど。俺あんま行かないところが行かないってか近所にない。あこれはね、数字がつくるとつくとこと、はい、青いところが近所なんでよく行くんですよね。なるほどね。か若いな。若いね。お名前は？名前は、うん、ランです。ランさんね。ランさんね。オッケー。おかしいよね。おかしいよね。いやおかしいと思うよ。今日は渋谷で何してたの？今日はブラブラ買い物してました。ブラブラ。ナンパ待ちしてたんじゃないの？してません。そんな軽くないか。ちょっとギャル系なんじゃないの？違う？そんなことない。そんなことないです。そんなことない。目指すは世俗です。はい。か、まあ今日はねいろいろ恥ずかしいところを。俺も意外に緊張するんだよ。本当ですか？だってそうでしょ、だって初対面の人にさ、じゃあまた開いてくださいとか言わなくちゃいけないんだよ俺。わかるこの気持ち。確かに。結構ね、サバイバルなんだ。俺の立場って意外に。そうなんだ。うん。そう、ランさんはね、こうニコニコしててね、話しやすいなと思って声かけて、かけたんだけど、たまにいるんだよね、なんか。怖そうな人が女の人なのになんか裏にいるんじゃねえかみたいなね。まああなたはそういうのなさそうなんで、うん、今日はもう初夏というかもう夏というか今日のファッションのポイントは、ポイントは、うん、なんだろうな。